もうこの時点でね法王と忍者が背中向きにもうなんか向き合ってないんですよねそしてここでも皇帝と女帝がもう反対向いてるんですよねだからここでスパッと分かれてる気がするんですよ皆さんこんにちは。サラです。えー、今日もリクエストいただいたただ えーとエグザイルのナオトさんと土屋太鳳さんの愛称を占ってくださいということなんですね、えー、映画で共演されたお二人の愛称ダンスや肉好きの共通点がありますっていうねそういうリクエストですえー、とエグとイルは占ったことがないのかな今まで岩田 高なんとかさん <laughs> は占ったな誰かと占ったんですけどね誰だったっけあ結婚してからだったっけなえっと直人さんは乙女座で誕生数が5え乙女座の方は事前や奉仕の精神にあふれていて人の役に立ちたいと願う人知性の面でも優れた分析力を発揮する人まあ整理整頓とか管理することに長けてて とても実務能力が高い人そして誕生数5というのは冒険家自由な精神情熱的活動的好奇心という偏見のない自由な精神と好奇心を糧に多彩な体験を求める冒険家人生に情熱的でリスクを冒してでも前進する勇気を持つ人、えー、直人さんは39歳で、えー、土屋太鳳さんは水亀座で誕生数が11。 水が座の人は、えー、人の意見に流されない独自の人生観を持つ人、えー、人に対して親切で国や宗教などの分け隔てがない人どんな相手に対してでもフレンドリーに接する博愛精神の持ち主で誕生数が11位はメッセンジャーインスピレーション直感力カリスマ性、えー、というキーワードがあって鋭い直感でメッセージを受け取り周囲に分かち合う精神世界の伝道者 ちょっとスピリチュアルな部分を持ってる人が誕生数11の人かなと思いますね。まあ生まれながらのカリスマ性が磨かれていきどんどん周囲の人を導いていく光になる人ですね。えー、とまあ最初に言いましたけど映画の共演があったんですね。えっ、ー、とフードラック食運 ですかこれ寺門ジモンさんが監督されたんですね、まあ、肉好きで知られる寺門さんが監督として焼肉にスポットを当てそこにドラマを絡めて描いた作品うだ、ん、つの上がらない主人公のフードライターに直人さんで土屋太鳳さんは直人さんと共に本物だけを集めた新しいグルメ情報サイトの立ち上げを任される新人編集者役 演じた、まあえー、まあ単純にねこの2人の相性はどうかってなるとあと思います、ね、あとじゃあタオさんからすると直人さんのセンスの良さなんかにも,もう惹かれていくところはあるんじゃないかなとは思いますね。 まあ、ただねその恋愛関係に発展するかっていうと、まあ、そこまでいかないんじゃないかなっていう気もするんですけどねはいえっ、ー、と直人さんは「ダンサー俳優 EXILE」エグザイルのパフォーマーという肩書きですね「三、えー、代目 JSOULBROTHERSFROMEXILETRIBE」のリーダー兼パフォーマーこの人リーダーなんだ。 でファッションブランドスタジオセブンのクリエイティブディ,ラクターディレクター <laughs> 埼玉出身高校1年の時にダンス部に入部しダンスを始める卒業後の34年は果物店成果店でアルバイトをしながらダンスをしていた2003年、えー、だから19年前だから二十歳かダンスチームジャズドラッグを結成 20歳の時にアメリカ・ロサンゼルス・ニューヨークへ渡りレッスンを受けるなどダンス修行を積んで帰国そのあと浜崎あゆみさんとか後藤真希さんのバックダンサーとして活動したで2006年に、えー、ダンスチームスクリームを結成で同じ年にボーカルバトルオーディションに参加中の先輩ダンサーワーナーさんに LDH を紹介されビデオを送り LDH の会に参加するようになった LDH っていうのはあれですねヒロさんが代表取締役を務める弦のプロダクションのことですね2007年の11月に j s o u ブラザーズ2代目に加入2009年3月に EXILE に加入で2010年 からエグザイルと並行して3代目 JSOULBROTHERS のリーダー兼パフォーマーとしても指導結局エグザイルジェイソ l ルブラザーズに加入したの2007年だから15年前あでもずっと活躍されてますねそう考えるとね、まあ、結構ドラマも映画も舞台も様々出演されてますねもう本当ににのエグザイルってね 男気のあるグループのようなイメージがあってね私はね、うん、で男気があって優しい人の集まりのようなね、まあ、そんなイメージしかないんですよ EXILE ってそこでねあの、まあ、リーダーされてるっていうよっぽどこう心の通った人なんじゃないかなっていう気はしますけどね そして、えー、土屋太鳳さん土屋太夫さんもいろんな人との相性とか見てますねこの方。まあでもねあの水が座でね誕生数11っていうところでねあ案外ねあの、まあ、カリスマ性もちろんあるしちょっとスピリチュアルなとこもあってで、まあ、人から見たらちょっと変わってるってね思われるとこもあるんじゃないかなって思うんですよ。まあ、本人はあの、まあ その変わってるともどうも思ってないかもしれないけどね自分は普通と思ってるかもしれないけど割となんか人と違うことをするようなねそんなタイプじゃないかなっていう気がするんですけどね、えー、2005年角川映画ソニーミュージックヤフージャパンが合同で実施したスーパーヒロインオーディション「ミス・フェニックス」にて審査員特別賞を受賞同オーディションの受賞者の中では最年少まあ17年前なんで10歳ね もうその時から芸能界で活躍してるってことですよね、えー、2010年芸能活動が許される高校に入学女子校で在学中は創作ダンス部に所属し仕事の合間を縫って全国大会にも出場したで、えー、と2013年に高校卒業した後日本女子体育大学体育学部運動科学科舞踊学専攻に入学して8年がかりで卒業 2021年の3月なんでもう去年の3月ですね8年かかってもうちゃんと卒業したと、えー、2014年には、えー、連続テレビ小説「花子とンの出演期間中に「マレのオーディションに参加しヒロインに選ばれる2018年には安住さんと一緒にレコード大賞の総合司会2019年には「グルナイゴチになります」でメンバー で、2019年12月もまた安住さんとレ,レコード大賞で総合司会を務めるだからね総合司会もするバラエティーにも出るドラマ映画そしてダンスもできるし確かね24時間マラソンでもね走ってましたよねなんかもう本当なんだろうすごいオルマイティーな方なんじゃないですかねえっ、ー、と年齢 は27歳まあ10歳からね芸能界で活動してるんですごいですねもうキャリア的にはねはい、まあ、そんなねえー、と直人さんと土屋太鳳さんの相性、えー、さっきも言ったけど相性はね悪くないとは思いますようんあのただねそれが恋愛に発展するかっていうとうまあいい友達にはなると思うんですけどねあの まあ肉好きとかねダンス好きとかっていう共通のねそういう趣味ではどんどん広がっていくとは思うんですけども、まあ、タロットでどう出るのか見てみたいと思います。 はい、見ていきます。 はい、こういうい展開 EXILE、はい、の NAOTO さんと土屋太鳳さんの、まあ、相性を見てほしいっていうことだったんですけどまあねちょっと関係性っていうんですかねそんな感じで展開されたのかなとは思います。もうなんかねあの何、ー、て言うんだろう相性はまあおそらくね悪くはないと思うんですよ。まあ、世界のカードも出てるしね うん、もしねもうこれほんとね付き合ったりしたらねいい関係性だと思うんですよねでももうこの時点でね法王と忍者が背中向きにもうなんか向き合ってないんですよねそしてここでも皇帝と女帝がもう反対向いてるんですよねだからここでスパッと分かれてる気がするんですよで まあこの方のカード見るとやっぱりちょっとねあの年齢差があるから恋愛の対象にはなってないんだろうなーっていうねそんな気もするしうんなんかこう運命の輪もうすれ違ってるようなで、まあ、母性とかそういうものを は、月のカードからは現れるんだけど、まあ,ある意味。そのまあ、相手の気持ちもわからないっていうね。まあ、これはもしかしたらあの何て言うのかな？年齢の差による。ちょっとジェネレーションギャップじゃないけど、そこまでいかないかもしれないけど、ちょっとそこを思ってるんじゃないかなっていう気がするんですよね。直人さんの方がね。まあ、土屋太鳳さんの方は？なんかあの？ クリエイティブですごい素敵な人だとは思っててもまあそこのとこまででうんまあ特に動きがないっていうんですかね心動かないっていうかそんな感じがするんですよねだからまあまあ何て言うんだろう私がもうこのねカードを全体を見た時に感じるのはもしねこの2人が付き合ったら まあ恋愛感情を持って付き合ったらすごくねいいカップルになるとは思うけどそこの一つがだからさっき言った年齢差12歳差かな差があるのと、まあ、どっちかっていうと直人さんの方が大人しめ ななのかな現実的にちょっとまあんかねあのー、それぞれ違う方向を向いてる気がするから、まあ、何かのきっかけがあってお付き合いすることがあればうまくいくと思うけど。 もそういうことがなければ、まあ、ずっと友達以上の関係にはならないんじゃないかなっていうのが、この2人の関係性かなと思いますね。今日のこのカードの展開見て、私個人的に、いやなんかね、付き合ったらいいのになってちょっと思ったりするんですけど、まあそれぞれに恋人いるのかな、うん、別々の相手が、 いるのかもしれないいなっていう気もしまので、ねうんまあ、そんな今日のこのカードの展開でした。ということで今日は、えー、エグザイルのナオトさんと土屋タオさんの、うん、相性、まあ、関係性をタロットで占ってみました。チャンネル登録グッドボタンコメントまたリクエストがあればお寄せください。